著者の久世浩二です。今回はなぜ一流の人は不安でも強気でいられるのか、そういった本を書きました。この本のご紹介をさせていただきます。私がこの本を書いた背景には、最近の人々が不安でストレスに悩まされていることがあります。仕事の中で心が折れそうになっている、そういった人たちが増えているという、そういった心配があります。その人たちはどうすればいいのでしょうか。私自身もそういった経験をしたんですけれども、特に必要だと思われるのがレジリエンスです。このレジリエンスというのは逆境に負けない力です。心が疲れないために、そして無理難題でも乗り越えていくために、このレジリエンス、逆境力というのは大切になってきます。ただそれ以上にもう一つ大切になってくるのが、いざ心が回復した後にも一歩進んでいくためのもの、それを希望力というふうに呼んでいます。この希望力というのは養うことができます。一つは見通し力を高めていくためのウェイパワー、そしてもう一つは目標に向かって意志の力を発揮していくためのウィルパワーです。本書ではこのウェイパワー、ウィルパワーを発揮し培っていくための方法も書いています。ぜひ皆さんの参考としてください。